A-50A-50 は、ソ連及び、ロシア連邦の早期警戒完成機である。北、大西洋条約機構は、メインステイという NATO コードネームを割り当てた。A-50 と、よく混同される l、l -76、スキップイル -76 を母機として開発された、早期警戒機であり、機体部分であるイル -76 の開発は、イリュシン設計局であるが、 総合的なシステムとしての A-50 の開発は、ベリエフ設計局で行われた。IL-76MD との外観上の違いは、以下であるなお、A-50 とは、ベリエフ設計局における試作時の仮名称だが、開発が完了し正式採用されて、量産型が生産されているにもかかわらず、そのまま A-50 と故障され続けており、 改良型等の派生型も A-50M のように設備記号をつけて故障されている。大型の皿型レーダードームを搭載した開発試験支援機であるイスデリー -976 と A-50 は外見がよく似ているためか混同されていることが多い。ソ連の国土防空軍では1962年に初飛行を果たした。 スポレフ設計局製のツマイナス126を同軍発の本格的早期警戒管制機として運用していた。旅客機であるツマイナス114を元に開発されたツマイナス126は大型のレーダー複合体を搭載していたが十分な能力を有するとは言えなかった。その後、1960年代以末にスポレフ設計局は つまいなす126を代替する目的で、つまいなす156、または156と呼ばれる機体を計画したが、完成には至らなかった。つまいなす156は、後の E-3A に類似した航空機であったが、胴体は、つまいなす154に基づくもののエンジンが、つまいなす154の3発から、DE-30KP4 発に変更されるなど、機体設計が、 大幅に変更されており、軍の希望に沿わなかった。つイナス百156の失敗により、次はつイナス百126と同様に既存の航空機の設計を全面利用することになった。量産型かもつきいる -76MD をもとに、開発されたのがベリーエフ設計局の A-50 で、 レドームなしの状態で、機体は1978年12月19日に初飛行を果たした。ついで、完全装備となった状態で1979年8月16日に飛行が行われた。特徴的な大型のレドームは、後に、と、あだなされた。1984年からは、改良型の A-50M の開発が開始され、1987年には、 搭載するシュメリニのテストが 2-126LL に乗せての開始された。その後 A-50 を改造して製作が開始されたが当初完成を予定していた1989年にプロトタイプを完成できず、1990年10月に予算が大幅にカットされ、1991年にはソ連が崩壊し一機も完成しなかった。 1992年には同じ名称で開発された改良型の1機が MAX において展示された。この A-50M 回収を2011年までに26機が受けたとされている。その後次の段階の回収である A-50U 計画が進められた。A-50U ではアナログの機材をデジタル式のものへ置き換え燃料搭載量の増加。 休憩スペースの設置などを行っており、2009年秋に最初の試作機が初飛行した。A-50 は、つま -156 も搭載する予定であった、レーダー複合体を搭載した。このレーダーは、空中目標を300機探知、追尾でき、戦闘機などを、コマンド誘導で12機、機上誘導で30機完成できると言われている。 つまりナス126が持たなかったグランドクラッター除去能力や移動目標探知能力を持つため地上目標の識別と低空飛行している航空機の識別能力は高いと言われる。実際の能力については当然ながら最高レベルの機密事項であるので不明である。輸出用ダウングレード型の A-50E ではベリー F の公式サイトにて 値が公表されており、以下の性能を持つとされる。A-50 は、1984年より、つ -126 に変わって、ソ連の空軍部隊への配備が始められた。ソビエト連邦の崩壊後は、ロシア空軍で運用されている。その他の旧ソ連諸国では運用されておらず、ロシア空軍でも貴重な戦力となっている。ロシア空軍では、 A-50 を少なくとも2020年まで使用する予定であり、後継機としては A-100 の開発が進められている。それまでのつなぎとして A-50U への回収が決定され、作業が進められている。ソ連の早期警戒管制機としては1985年に初飛行したアントノフ設計局のアン -71 も開発されているが、 こちらは量産されることなく長年の試験の後、ウクライナのキエフジュリアーヌイ飛行場で保管されていた。現在は飛行可能状態になく、キエフスブヤ投資の空港の旧アントノフ設計局、敷地跡の中機場に移されている。2016年には、シリア内戦に絡んで本機がシリアに展開されている、ことが、ジェーンディフェンスウィークリーによって報じられている。2019年7月には、 竹島の上空で本機が領空侵犯したとして18機の韓国空軍の戦闘機ス -15K とス -16 が出動して360発警告射撃を行ったと大韓民国軍は発表したがロシア国防省と中華人民共和国国防部はロシア空軍の都マイナス95爆撃機2機と中国人民解放軍空軍の H-6 爆撃機2機で 初の共同警戒監視活動を行ったとして、領空審判は否定した。ありがとうございます。